全然気づかなかった。やっべえ。ね、俺もなんか食わせて、あ、やべえ、もう今日じゃんこれと思って。違反しながらさ、ツイートしても面白くて。何違反って？もう勝手に画像とか使ってるの、あれ著作権のインタラファンとかで言ったじゃん。俺もやってるけど、あれ NG、 アニメの動画みたいな切り取って勝手に載せてたりとか。ああ、俺もやっちゃったけど、ね、CM でも動画がまずいな、アニメ。何を削ってやってるのにか、なんか追悼してるよりもやっぱりどっかでバズれるかもって思ってんだろうなって思っちゃう。そうでしょ。まあいいんじゃない別に。最後ぐらいをって思ってた。だからちゃんとした人がする追悼は絶対そうもない。文章だけなんで。文章が自分の絵かだけだから。っていうなんか癒やしい気持ちの差が多くて最近、まあしょうがないのかなと思っちゃうけどね。でも最後ぐらいいいんじゃないのと思っちゃうけど。結局そういうのに携わっている人だから最後の方がいいのかなって思うんだけど。まあでもしょうがない。パチンコとか嫌なんでしょ。何が？自分のキャラクターのパチンコ台にされるのが嫌だって。あ、言ってた。だからなってないじゃん。うん、嫌でしょ、うん、普通。どうかな、危ないよね。亡くなってから著作権がなく消えた時やられるんだろうな。まあね、10年後とかあるんだきっと。わかんないけどね。あのドラゴンボールがパチンコ台で復活とかなんだ。帰ろうも寒い。はいよ。せめて。とりあえずうちとしては MF ゴーストがいつパチンコ台になるんだろうって思う。どうせあれになるね、絶対。なるね。あれ絶対になるだろう。X ってやっぱないんじゃねえのかな。え？何で？ツイッターはなんかそういうの甘い気がする。著作権で基本的にだって普通の著作権っていうのかなくて載せることはできちゃう、うん、ただ多分こう伝えられたら全員大変なことになるよねっていうだけなんですよ。そういうのってくる、ないと思うけど、まず危ないんだよ、アニメとかも、うん、スクショして載せるとかも、まあ、まずないと思うけど、まあアニメとかはね。ドラマはまあギリ、まあ、ドラマなんてめちゃくちゃあるじゃん。もドラマもダメだと思うけど、うん、だって一番の特撮系とかもなんてあれも合うから、まあね、めっちゃ厳しい感じ、特撮系のあれも、うん、だから多分取り締まりはないと思うよ、これ。まあでもやられたらほとんどの人が大変な目にあるね。まあね、寒い、帰ろ。俺ブルードラゴンの CM ポンって上げちゃって、あ、本人出てると思って。帰ろ。寒い。なんか相対した。まあ本当に好きな人、伝説的な人だからね。仕事を手伝って何が止まらないから早退したって。それで早退させてくれる会社優しい。もう帰ろう、寒い。ちょっとこれ寒い今日、うん、もう腹減った、疲れちゃった。なんかうどん食おう。うどんと、はあ、疲れちゃった。なんですよ。
ダメだな、体力が落ちてんな。あいつ気づいてんな。動かねえでやんの。